こんにちは。T2ESです。前回はダイオードに関してお話ししました。今日はMOSFETに関してお話しします。MOSFETは電流をオン、オフするスイッチ素子です。MOSFETには N チャンネル MOSFET と P チャンネル MOSFET の2種類がありますが、この講座では N チャンネル MOSFET だけで説明します。MOSFET の回路記号はこのようです。ゲート、ドレイン、ソースの3つの端子を持っています。MOSFET のドレイン端子を 5V の方に、ソース端子をグラウンドに接続した回路で説明します。抵抗は MOSFET や LED に流れる電流を制限するため、LED は MOSFET のオン・オフ状態を判別するために入れました。MOSFET のゲート端子をグラウンドへ接続すると、MOSFET はオフ状態となり、電流は流れなくなりますので、LED は光りません。MOSFET のゲート端子に 5V の電圧をかけると、MOSFET はオン状態となり、電流が流れ、LED が光ります。実際、テストをしてみました。これは、電源電圧を測定するための電圧計です。これは、MOSFET のゲート電圧を測定するための電圧計です。これは、100オームの抵抗です。MOSFET や LED へ流れる電流を制限するために使用します。これは LED です。こちらがアノード、こちらが仮想度です。これは MOSFET です。上からゲート、ドレイン、ソース端子となります。まず、電流制限用の抵抗を 5V の方に接続します。抵抗の次に、LED を接続します。LED のアノードが抵抗の方に接続されます。MOSFET のドレインを LED の仮想度の方に接続します。ソースはグラウンドに接続します。MOSFET のゲートは真ん中のコネクタに接続されていますが、どこにもつながっていない状態です。5V の電源電圧を入れます。LED は光っていません。MOSFET のゲートを 5V の方に接続します。MOSFET のゲートには 5V がかかっていて、LED が光っているのが確認できます。これで MOSFET がオンしていることがわかります。今度は MOSFET のゲートをグラウンドへ接続します。MOSFET のゲート電圧は 0V となり、LED が消えているのが確認できます。これで MOSFET がオフされていることがわかります。前と同じく MOSFET のドレイン端子を 5V の方に、ソース端子をグラウンドに接続した回路で考えてみます。MOSFET のゲートに配線で 5V の電圧をかけて、MOSFET をオン状態にします。それから MOSFET のゲートに入った 5V の配線を離します。
MOSFET には5V の電圧がかかっていないのに電流は流れ続けます。MOSFET のゲート端子はコンデンサ構造となっており、電圧が充電されるようになります。ゲート端子がどこにもつながっていない状況である。オープン状態ですとゲートに電圧が充電された状態ですので、ゲートのコンデンサが放電されるまで MOSFET はオン状態になります。したがって MOSFET を確実にオフさせるために、一般的にはゲートとソース間に高い抵抗値の抵抗を接続します。実際、テストをしてみました。回路は先と同じものを使います。MOSFET のゲートを 5V に接続すると LED が光り、MOSFET のゲートを 5V から離すと LED が消えています。今度はMOSFET のゲート電圧を測定する電圧計を外して、MOSFET のゲートに 5V を入れます。LED が光っていることが確認できます。この状態で MOSFET のゲートを 5V から離すと、今度は LED が消えません。電圧計が接続されたときは、MOSFET のゲート容量に充電された電圧が放電されたので、MOSFET がオフされましたが、電圧計を外すと、MOSFET のゲート容量に充電された電圧が放電できなく、5V がかかったままですので、MOSFET はオフされません。MOSFET のゲートをグラウンドへ接続すると、MOSFET はオフとなり、LED は消えます。今度は MOSFET のゲートとグラウンドへ100キロオームの抵抗を接続します。MOSFET のゲートへ 5V をかけてから、離しても MOSFET はすぐオフされます。これは MOSFET のゲート容量へ充電された電圧が100キロオームの抵抗でグラウンドへ放電されたからです。最後に MOSFET のゲートをグラウンドに接続した状態を考えてみましょう。これは MOSFET のドレインを 5V の方に、ソースをグラウンドに接続した状態です。ゲートの電圧はグラウンドと同じ0ですので、MOSFET には電流は流れません。今度は MOSFET のソースを 5V の方に、ドレインをグラウンドに接続します。ゲートは 0V ですが、MOSFET には電流が流れます。MOSFET は構造的にソースからドレインの方へダイオードが形成されます。したがってソースを 5V に、ドレインをグラウンドに接続すると、ダイオードの順方向接続となり、ゲートの電圧に関係なく、ダイオードを経由し、電流が流れます。実際、テストをしてみました。回路は、先と同じものを使います。MOSFET のゲートをグラウンドへ接続すると、電流が流れなく LED も光っていません。
今度は、MOSFETのソースを、LED の方へ。MOSFETのドレインを、グラウンドへ接続します。MOSFETのゲートも、グラウンドへ、接続します。MOSFETは、オフ状態のはずですが、LED が光っています。これは、MOSFET 内部のダイオードを通って電流が流れているからです。MOSFET のゲートを 5V に接続しても電流は流れます。したがって MOSFET はスイッチ素子ですが、片方向しかオン、オフできないことがわかりました。今日はここまでです。次回はコイルに関してお話しします。